こんにちは、大阪で本格フランス菓子を引き算のレシピで、作るお菓子教室ひすだったです。はい、今日はですね、焼き菓子が焼けたかどうかの目安についてちょっとお話したいんですけれども、例えば、こういうチョコレートケーキとか焼けたらですね、ここをポンポン、上をポンポンと触っていただいて返ってくる感じがしたら、まあ焼けてるっていう目安の一つになります。まあ、これもね、何回か経験していただいて、あ、これが焼けてんのかって分かったら、それが分かるんですけど、すごい分かりやすい目安のものが一つあってですね、これですね、フィナンシェなんですけれども、近づくと分かるんですが、ちょっと肩よりも焼き縮んでいる。これ一つの目安です。焼けたら肩より焼き縮む。これ焼き菓子。肩で焼くやつの一つの目安になります。はい。もう一つ言うとですね、まあ、これ出してみないと分からないんですけど、裏見てちゃんと焼き色がついてたら焼けてるっていうのも一つの目安になります。はい。じゃあまた参考にしてみてください。